イメラジオ第七千五十回。今日は令和六年十一月十五日金曜日です。時刻は午前十一時半。正午まであと三十分の頃、岡山美間坂からの放送です。美間坂では雨が降り始めましたね。今日は曇った一日と思っていましたが、雨が降り始めました。 これでぐっと秋も深まることでしょうさて山もう秋ですさて今回は百田と有本は無償だったのかこんなタイトルでお話ししましょう百田さんも有本さんももう無償でやっているということを非常に強調されていますね例えば 春の15個補選、ここでも自分たちは無償だったそしてその後の日本保守党の運営ここからも自分たちは全然利益をもらっていないむしろ持ち出しだ無償なのだということを百田さんも有本さんも強調してらっしゃるんですよ。 ところが本当に無償なのかということとを考えてみたいと思います。飯山あかりさんがご自身のチャンネルで指摘されているように例えば15区補選の時にも飯山あかりさんに百田および有本のご両名がやってらっしゃるその有料チャンネルへの出演を求められた。 これは何だとそして「朝八」というあの一見日本保守党の公式チャンネルのように見えるものも実は百田または有本のどちらかの所有になっていてひょっとしたらその収益は折半されているのかもしれません。いずれにせよご自身の有料チャンネル 百田さんはニコ生でも何かやってらっしゃるんですかね私はニコ生っていうのはどんなふうに見たらいいかわからないので仕組みがよくわかりませんどういうふうに収益が上がってるのかもわからないんですけどなんかニコ生で儲けてるという飯山さんのお話です百田さんはねで有本さんもご自身の有料チャンネルでとですから本当にこれ無償なのか と飯山あか,りからの指摘でこれは飯山さんん言う通りなんですよ確かに百田さん及び有本さんがねそのご自身のチャンネルしかも有料バージョンで日本保守党とも飯山あかりとも何の関係もないことをそのおやりになっているとしたらそれはそれこそプライベートなプライベートな チャンネルとしてそこからら何かの収益が上が上っってるんだったらそれはお二人がそこから当然収益を得ていいしそして日本保守党の活動は自分たちにとって無償ですというふうに胸張って言っていいと思いますよ。ところがその百田チャンネルでもまたは有本チャンネルでもそしてなんか肉縄で何かあるんですかね見たことないのでよく分かりませんが。 そういうところでも日本保守党っぽいことをやっていてねそういうところでも日本保守党っぽいことをやっていてそして選挙戦っぽいことをしゃべっていてそしてそこから収益が上がっている場合それは無償でも何でもなくその日本保守党に関連した活動から百田も有本も利益を得ているじゃないかというこういうことですよ。 そそしてそれを飯山によると「チャリンチャリン」というようなそんな音ではなくてごそっとあの百田にも有本にも入ってくるんだとか一体百田さんおよび有本さんがそういう YouTube 活動またはニコ生活動でどれくらいの収益を上げてらっしゃるのか私は知りませんが。 まあでも百田さんによるとその収益はなんか1か月に1,000万円ぐらいになってそしてそれを自分の妻に言われてどこかに寄付したというまあこれは武勇団なのかなんなのかですからまあある程度「へえそれぐらい言ってるんだ」。するとその日本保守党の活動で無償だというのは非常にあのなんか。 本当かなとちょっとそれは言えないんじゃないのちゃんと収益もらってるんじゃないのちゃんとどころかいやまあ明によるとごっそりもらってるんじゃないのと税逃げ場じゃないのっていうそういうことが浮かび上がってきますねそれは前にも取り上げた公式本と名を打っておきながらそれは公式本でも何でもなくそしてその本の収益は 百有本のところにちゃんと言っているとですから飯山あかりさんが言うように例えば公式チャンネルを作ってそこで日本保守党のことを集中的に取り上げてそこで上がった利益が党のものになっている党の活動費になっているあるいは公式本を出版してそしてそこで上がった利益も党の活動費になっているそして 百も本もそのチャンネルやその本からは何一つ利益は得ていない。なしかもご自身のチャンネルでもちろん政治のお話はしていいんだけどご自身のチャンネルでは日本保守党のこととは直接関係のないそういう政治評論とかそういう歴史番組とかそういうものを語っていてそれで個人的な収益にしていますというならそれはそれで問題ないわけですよね。 ただ、ご自身のチャンネルとその公式のチャンネルとの区分けがないどころか一体日本保守党公式チャンネルってないよねよく考えたら。日本保守党公式チャンネルなんか実はそもそもなくてあるのは百田さんか有本さんのどちらかに属するようなプライベートなチャンネルでいかにも日本保守党の告知をやったり日本保守党のイベントの紹介をしたりそして日本保守党の選挙戦を 戦ったりとといいう、こういうここなわけだ。無償でも何でもないこれは言えると思いますねそしてねまあ別にその百田さんや有本さんが無償だと言っているそれがいや無償でなく君たち儲かってるじゃないかと、まあ、こう言ったとしてもせんない話かもしれません言ってもしょうがないかもしれませんがですね 飯山あかりさんがこう言ううう言わわけけでですすよよよ以下のように言うわけですよつまり全部お金マターじゃないかと。で実際その上で見たらね百田有本が飯山に対してその反論する時にも「お金は全部こちらが持ちました」これしか言わないんだよ有本さんは。例えば十五個補選の時の「お金は全部こちらが持ちました」。 これしか言わないんだでそうでない例えば飯山がね取り上げてる「選挙カーで歌を歌うだの」「選挙カーで卑猥なこと言うだの」あるいは「自分が守ったる」っていうふうに言って「そうなんかな?」と思ってたら「あんた質問に答えてくれや」っていうふうに実は前面に出されちゃったとかまあ 最後のダメ押しでこここ一華麗事件とかこれらについて百田からも有本からも何の説明もないんですよ。あれだけ飯山チャンネルが盛り上がりそしてそれで日本保守党にそれなりの厳しい目が向けられているこの時にねつまり水掛け論だとか証拠がないから別に水掛け論であっても証拠がなくてもいいから。 一体ここ一の時に自分たちはどう思っていたのかで百田はどういうつもりで音美さんを歌ってそれがどういう意味があると思ったのかそして卑猥なことを選挙カーで言っててもそれはどういうあの技法だったのかないでしょそんなものあるわけなくて思いつきででやってるんですよそして相手が島田や梅原だったらともかく飯山あかりみたいな。 女の子だっったたから何でもやったれとむしろ百田だったら隣で飯山が赤面するのが面白くてそれでそれもあって卑猥なこと言ってたかもしれない十分あり得るでしょでそういうことに対して「ごめん」とか「もうせえへんから」とか何もないん何もないどころかいまだ百田はですね「クババとか「ク女」とか。 ここんなと言ってるつまり何の反省もないで挙句の果てには女は取ってしまえみたいなもうむちゃくちゃむちゃくちゃなんですよ。百田と有本は無償なのか無償なわけないわけです。そのチャンネルからそして YouTube 活動からそしてニコ生活動から。 大きな収益上げてるそれは純粋にプライベートなものではなく日本保守党の仕事と十分かぶってるですからそれら全部も日本保守党に全部入れてますっていうんならあそうかなと思うけどそうじゃないだから飯山さんにねもう銭バなんだと言われたら答えられないわけですよそれは。 お金の話しかしてないんだ。百田と有本はよくよく見たら。それ以外の相手への配慮とか、相手への気持ちとか、ない。ましてや哲学なんかあるわけない。金の話しかしてない。それはね、飯山がこう言ってるし、今のところそう見える。なぜかというと、そうだから。ですから、もう時間が経ったと。 もうそろそろ言うぞと言うぞ言うぞと言ってるんだから百田さんも有本さんも言っていいと思うよもうここはここまで飯山さんにやられてんだからもうやるぞやるぞとね武士の情けで言わなかったけど言うぞじゃ言おうよその時に言うのは別にねうぐいす城のなんとかちゃんとかじゃなくてですね百田と有本が自分の哲学も含めて中国保選をどう戦ったのかそして日本保守党から自分たちはどういう利益を得ているのか。 そして得ていないのか。自分たちはそもそも政治活動をどのように見ているのかを。お話しするべきなんですよ。ないでしょ全くないはずなんですよ。できない。哲学ないからできない。だから、まあ、日本保守党って。これからもね、頑張ってほしい党ではあるんですけど、この哲学がないことの。あの。 弱さがもうここまで露呈しそして哲学ないとあとお金だけになっちゃうじゃないですかこの世の中ってでもうお二人とも十分稼いだ人なんじゃないのかなよくは知らないけど百田も有本もお金に困ってる人ではないと思うんですよでこれ以上稼いでどうすんのかなとですからもうわしの YouTube チャンネルもニコ生も全部日本保守党の資金になっとんやとか言うてほしいですねそれぐらいはもう何も。 このように思い残すことない言うて日本保守党を立ち上げたんやったらね全然そうなってないゆめラジオ今回は日本保守党についてでした